そうですね、この切り返しから札幌は前高い園田から砂川に預けます。荒川、愛媛荒川、前高いとマッチアップ。若い2人、湘南としてはこれ3点目取って勝負を決めたい時間帯ですね、うん、ウェリントン、菊池俊介、ここは粘った前のディフェンス。ポンと叩いたんですけれども、あのあたりのコミュニケーションがやっぱりうまいですよね、はい、今日の主審はワールドカップでも笛を吹いたことがある西村さんです。ファーサイド、前田俊介、こぼれたところ、シュート。いやー、余裕で決めたような雰囲気ありますけれども、はい、ここですね、こぼれはこぼれてますけど、もうここ一つ、うん、ちょっと局面スライディングなど激しさが増してきました。切り返して前のミドル、前中間、奈良、園田から縦に送ります。ボールを縦に送って日高がオーバーラップ。木島さん、これは石丸監督の意図通りにゲームが進んでいるということでよろしいですか？そうですね、まず基本的に切り替えが早いのが一つ。の近くには前ルーキーです。あれも結構高いですね。超えられるかな。新ルーキー前が、いや、中を蹴った。クロスが入る。真ん中は人いらまえる。ただこれを拾ったカルリーリョス。よく奪って。さあここからはどうするか。自分でここをまず持っていきます。前。前からのパス。長いか追いつくかどうか。追いつくか。追いつくか。おっと。さあ、札幌チャンス。前がいった。岡本左足シュート。いいプレーでしたね、はい、ここで前選手がもう一個前に出てワンツーでも面白かったんですが、生かす、人を動かす、生かすというのも非常にうまい選手。ルーカスが前に行く。さあ、このルーカスが、ここは前のディフェンスです。ここ出ていける。そんなにこう体力を消耗するような内容には、まあ、コンソドラなってないと思うんですね、要は大宮がそんな来てない分。そうですね、そんなにこう走らされてもから一気にチャンスと見れば中に切り込んでいきます。渡辺からワンタッチ、河合がボールをキープして31番18歳の前、前から近藤、ナイスサポートだ。いいですよね、うん、ナイス。さあ、ここはいいプレーだ、はい、右サイドタッチが戻ってクリアしました。もう一度前です。前が一人かわすか、かわした。中、ここだ、このボール日高か、フリー、河合のシュート、ね、見えました。いかがですか。前がね、横ボレー拾って、ここを長谷川振り切って、はい、まあ、マイナスかキーパーとディフェンスラインの間か両方選択肢あったんですけど、マイナスは、まあ、このミスのところでちょっと崩されましたね。まあ、そうですね、はい、逆にアントラーズは、まあ、この力で、まあ、奪った2点。危険手術出まして、今シーズンこのピッチに復帰してきました。いや、本当にすごいですね。はい、まあ、医者からは治る可能性はほとんどないと言われたと。でも周りで支えていできます。もう一度もらった鈴木啓太は左いっぱい、さあ入れてくるかな。ここも個人のクオリティですよ、はい、あそこで今です。この中継では両チームのシュート数を手元の集計